ハラルト・ノルポトは西ドイツの陸上競技選手。1964年東京オリンピックの銀メダリストである。ノルトベスト・ファーレン州ュミュンスター出身。ノルポトは1960年代から1970年代前半にかけて活躍したドイツの中距離選手である。チェコスロバキアの偉大なランナーであるエミール・ザトペックを思い出させるようなランニングフォームで、 1500メートルから5000メートルまでの距離を得意としており、1500メートル、5000メートルとも同じくらいの力を持っていた。ノルボトは1964年に出場した東京オリンピックでは5000メートルに出場。13分49秒6でアメリカのロバート・シュールに次ぎ、初めてのオリンピックで銀メダルを獲得した。2年後の1966年6月には、 5000メートルで13分24秒8のヨーロッパ新記録を樹立。この3ヶ月後、ブダペストで開催されたヨーロッパ選手権では1500メートルで銅、同5000メートルで銀と2種目でメダルを獲得した。さらにこの直後には2000メートルで4分57秒8の世界新記録を樹立した。また、1967年6月には、 3000メートルで7分45秒2のヨーロッパ記録も充実している。ノルボトは1968年メキシコシティオリンピックでも1500メートルと5000メートルに出場。5000メートルは予選第3組で3位となり決勝進出を果たしたが決勝を棄権する。1500メートルも決勝に進出し3分42秒5で3位とは3秒以上離されて4位でゴール。 メダルに手が届かなかった。1971年にはヘルシンキで行われたヨーロッパ選手権の5000メートルで銅メダルを獲得。2大会ぶりの表彰台となった。1972年には3度目のオリンピックとなるミュンヘンオリンピックに出場。5000メートルで13分32秒6でトップから約6秒遅れの6位となっている。ノルボとは 保健代理店で働いていたが、後に運動生理学を学び大学院を卒業。1971年から2002年まで、バーレンドルフのドイツ連邦軍でコーチを務めた。ありがとうございます。